はい、それでは、電磁気さんの授業を始めたいと思います。電磁波の、屈折、反射を、見てきました。で、入っていって、入社して、入社していくやつと、反射していくやつですね。で、電場の成分。電磁波は横波でしたね。で、電磁波が行くときに、その横方向に、こっち向、例えば向かっていくとすると、その直行方向に、電場と、それからさらに、こいつの直行方向に、磁場の成分がありましたね。縦波成分はなかったです。縦波成分は、光の速さよりも速くなったり遅くなったりしなきゃいけないので、絶対にそういうものはなかったわけですね。それは光が質量がないからです。で、電場の成分のについて、このイニシャル入ってきたやつと、それから、中にこう染み込むやつ、それから、反射するやつで見てたんですが、その大きさ、電場の大きさだけで見てた場合には、この跳ね返る確率と、この透過する確率、こう染み込む確率をやっても、足しても、1にはならなかったですね。これはやっぱりちょっと考え足らずだったわけです。そもそも、電磁波がこう伝わっていくものについては、やはりその、電荷の大きさ、電場の大きさだけで見ていくんではなくて、その、エネルギーがどう伝わっていくかっていうのを見るべきですね。で、それは電場と磁場のエネルギーが、その、ポインティングベクトルというやつで、伝わっていくことを前学びました。ポインティングベクトルというのは、E かけ μ 分の B。このかけるは外積のことですね。で、μ 分の b は、h のことですから、これで見ていくべきです。むしろこれがどのように、こう反射していくから、屈折して中に染み込んでいく分について、このポインティングベクトルでむしろ見るべきですね。その確率で見ていくんだったら。で、ちょっと復習すると、マクセルの方程式から、こういうのがありましたね。で、E とか B とか、エクスポネンシャルの、KR 足す、I が抜けてますね。オメガ T。こんな感じでかけていたので、E とか B とかいうのは。だから、こういうものをこう、入れてやると、K って波数ベクトルですよね。で、デルタっていうのは、この空間の微分のところですから、こいつが前に出ます。こうやってなって、で、時間微分するっていうことは、オメガが出てくるってことですよね。I オメガが出てくるってことですよね。両方とも I が出てきますが、I は、両辺からサピックとして、オメガ、B ですか。こんな風になると。平面波で見てる限り、こんな式になりますよね。そうすると、B っていうのは、K かけ E をオメガで割ったやつですね。で、H はさらにこれを B を μ で割ったやつなので、オメガ μ の K かけ E みたいにかけます。で、オメガは振動数で、波数ベクトルで割ったやつは高速分の1ですね。次元を見てやってもいったらわかると思うんですが、K は、長さ分、単位長さあたりの、だから K は、L インバースで、で、オメガは、時間分の1でしたね。単位時間あたり何回っていう量でしたね。
そうすると、で、こっちの C、C っていうのは高速ですから、L over T のインバースなので、L インバース T。というわけで、両辺の次元側から、まあ、確認できて、こんな風に、こんな式があります。で、高速は、まあ、これ高速だとすると、イプシロンミューでしたね。こうでしたね。で、物質中だったとすると、まあ、ゼロを抜けて、光の速さ、こんな風に書けるわけです。で、大きさで見ていくと、そうすると、H は、オメガミューの、K の E。まあ、大きさだけ見ていくと、こんな感じですよね。で、そこに、オメガ K、これが、C、C 分の 1?C ミュー分の、で、C は、E ミューで、ミューで E なので、だから、ミュー分の E。まあ、こんな式が出てきます。で、これ何かっていうと、これはこれで非常に大事な式で、大事なパラメーターになっています。というのは、まあ、例えばこれ真空中だったとすると、こうですね。で、イプシロン0っていうのは、まあ、だいたい 8.8×10 のマイナス12乗ファラッドパーメーターです。で、このファラッドっていうのは、セコンドオーバーオーム、1秒オーバーオームという単位です。それからミュー0っていうのは 4π×10 のマイナス7乗のヘンリーパーメーター。で、ヘンリーっていうのは、オームセコンド、オームかけ秒です。というわけで、これね、インバース取ってやると、μ0、2-0っていうのは、これで割ってやると、120π くらい。になるのかな。120π のヘンリーを F で割るとヘンリーはオームセコンドでファラッドは S オーバーオームだからオームの2乗になるので、だからこれのルートですか?これのルートだから、オームになりますね。これがちょうどオームというわけで抵抗の値になります。だから、E0μ0 っていうのが 120π。まあ、377くらいですか?オーム。抵抗なんですね。抵抗の値なんですね。なので、この式で見てると、イプシロン分のミューのルートっていうのは、これがオームの抵抗の単位で、それがちょうど E を H で割ったような感じですね。まあ、そもそもオームってどんなやつだったかっていうと、電圧を、電流で、回路で習った時にはこんなやつでしたね。電圧を電流で割ったやつが、抵抗でなんとかオームと言いましたね。まあ、どのくらい電圧をかけて、電圧をかけた時に、まあ、こう書いておいた方がいいかな。ある電圧をかけたときに抵抗がすごいでかいと、電流は少なくなると。あるいは抵抗が小さいと電流はすごく流れるよっ
ていう式ですね。で、まあだからここが電圧みたいなところで、で、この、磁場っていうのがまあ電流みたいなところに対応してるわけですね。まあ考えてみると電場っていうのは電圧みたいなもんだし、それから電流が流れると、磁場が起きますから、だからここは電流の単位みたいなもんですね。だからまあ、ここはちょうどオームになります。なので、まあこの377オームっていうのが、これ真空の、まあ、大体抵抗。抵抗ってインピーダンスとも言いますので、真空のインピーダンス。電磁波のね。で、この値の、まあこういうのをこう特性インピーダンス。特性抵抗。特性インピーダンスと言います。さて、で、話ちょっと逸れちゃったんですが、まあここに戻りましょう。で、このポインティングベクトルのを、まあ、時間平均を取ってやります。前やりましたよね。これサインとかコサインとか、こう振動しますから。で、サインかけるサインで、サインの2乗なので、サイン2乗の平均というのは2分の1ですよね。サインの、こう2分の1ですよね。なので、時間平均を取ってやろうと。で時間平均、まあ、バーと書きますと、まあ、2分の1の、H0E0。まあ、この前やったときは、μ分の B0。B でやってましたが、まあ、今日は H でやるとすると、まあ、こんな感じです。で、2分の1の μ分の E の E0 の2乗。まあ、E の2乗。E0 というか E の2乗。で、これは2分の1の、あ、そうですね、屈折率で書き直しましょうか。屈折率っていうのは、真空に対してどれだけその物質中で、遅くなるかっていう量でしたね。どのくらい速さが遅くなるか。真空中の光の速さが一番速くて、まあ、これ以上速いスピードは世の中にないわけですけども、で、物質中の光速、まあ、じゃあ C' ダッシュとしましょうか。で、C。C' ダッシュは C よりも、小さいですよ。これは C よりも小さい。必ず真空よりも物質中の、光速っていうのは真空よりも小っちゃくなりますから、だからこの屈折率っていうものは1よりも大きくなりますね。いいですかね。これは1よりも大きくなります。この値。で、C は、真空中は E0μ0 分の1。で、なんか物質中の光速は Eμ 分の1と書けますから、だからこれ、こうなりますか ?Eμ オーバー E0μ0。で、等時率っていうのはまあ大体そんなに変わらないので、真空中のやつ、まあこう、物質中で。だから、まあ、これをこう入れてしまうとすると、そうすると、μはキャンセルするので、E0E になりますね。で、そうすると、E っていうのは、ここから E、ルート、イプシロンっていうのは、N の、まあ、こうですかね。こう書けますかね。なので、これをここに入れてやると、そして、そして、さらにこれを使ってやると、あ、なんかおかしかったぞ。μ0。それから N のイプシロン0の E の2乗。で、さっきのインピーダンスですね。イプシロン分の、これですね。これ。あ、これ、これのことを、まあ、Z0 と書きましょうか。インピーダンス。真空のインピーダンス。イプシロン0分のミュー0のルート。イプシロン0分の、だからこれ逆数になってるんですね。
2分の1の Z0 の N から E の2乗。まあ、こういうふうに書けるわけですね。これが物質中でこう進んでいくものです。さて、今こういうふうにこう入ってきて、こういくわけですが、まあ、こう跳ね返るのはいいんですが、この屈折するとこの角度が変わっていくので、この断面積ですね、断面積。こう進んでいく断面積、エネルギーがこう進んでいく度合いの断面積。今、単位時間あたり、単位面積あたり、進んでいくエネルギーのが、その確率がちゃんと、反射するのと透過するのと1になってほしいので、だから、まあ、面に垂直成分を見てやればいいわけですね。まあ、だから入ってくるやつの、まあ、エネルギー、まあ、エネルギーのその割合、デンシティっていうのは、SI の、コサインシータ i。だから、2分の1の Z0 の N1 の、こっちが N1 でしたね。N2 です。今 N1 から N2 っていう、屈折率のものに入っていくとしましょう。で、イニシャルの事情のコサインシータ i。それから、リフレクション。反射するやつは、リフレクションでコサインシータリフレクション。このコサイン、これとこれは同じですね。で、これが2分の1の Z0 の N1 の E のリフレクションの事象のコサインシータ R。これとこれは一緒です。で、それから、中に入り込む。透過していくやつは、コサインシータ T。で、2分の1の Z0 の N2 の E の T の2乗のコサインシータ T。で、IR 分、ごめんなさい。で、これはイニシャルで、これが反射なので、だから反射する、反射するやつは IR、II 分の IR。それから、透過していくやつっていうのは、I 分の IT ですね。で、この量を計算してやります。で、答えは、P 波と S 波。で、値は、式自体は違うんですが、どっちをやっても、まあ、ここはもうちょっと今日はやりませんが、ちゃんと1になってくれます。ちゃんと確率が1に保存します。で、これでまあ、めでたしめでたしなるわけですが、なるわけです。で、ちなみに、垂直にこう入り込んでくるやつですね。垂直に入り込んでくるやつ。つまり、θ i が0で、θt も0のとき。このときは、s 波も p 波も、tm 波も te 波も同じで、どんな値になるかっていうと、R、リフレクションについては S 波と B 波と同じで、屈折率で書き直すと N2 の N1-N2 の2乗みたいになりますし、それから、透過する確率、T の S も T の P、S 波も B 波も TM 波も T、TE 波も 4N1-N2 の間違えた。N1 たす N2 の2乗。で、やはりですね、これがちゃんと成り立ってくれています。まあ、ここはちょっとまたやってるとすごく時間がかかっちゃうので、できれば自分で確かめてみてください。さて、それでもうちょっとやっていきたいんですが、まあ、今みたいにですね、こう屈折率が今こう N1、N2 で、今屈折率 N2 の方が、N1 もよりも大きいときですね。だから水から、空気から水が光が入って水に入るようなときですね。その時にはこんな風に曲がるわけです。θ1、θ2 にしましょうか。で、この前お話ししましたが、
こうフェルマーの原理、まあ、スネルの公式で書いてあると、サインのシーター1、サインのシーター2っていうのが、シーター1分のシーター2、ごめんなさい、N1 分の N2 ですね。で、N2 の方が N1 よりもでっかいから、まあこれ1よりもでっかくなっていて、まあ角度を見れば明らかに、こう、サインシーター1の方がサインシーター2よりも大きいので、まあこういう式がちゃんと成り立っているわけです。で、前もちょっと言いましたが、これはスネルの公式ですけども、スネルの公式っていうのはフェルマーの原理から、すぐに導かれます。それはどんなやつだったかっていうと、フェルマーの原理は、ここ A 地点から B 地点まで行くのに、最短時間をたどって行きなさいということですね。で、さっきも言いましたが、屈折率っていうのは、真空中の光の速さに対して、その物質中での、光の速さ、物質中での光の速さがどれだけ遅くなるかっていう量ですね。例えば空気中だったら真空に比べてほとんど変わらないので、N1 っていうのはほぼ1ですし、空気中ですね。例えばガラスの中とか、ガラスは、屈折率が、まあいろんなガラスがありますが、だいたい 1.5 くらい。で、ガラスの中では光の速さは 1.5 倍遅くなるわけですね。そうすると、まあここ、A 地点から B 地点までこう光さんが行こうとしたときに、どんな経路をたどっていけばいいかっていうと、最も早くたどり着きなさいっていうわけですから、まあ例えばこう溺れてる人をこう見つけて、まあ水も屈折率が1よりも大きいですよね。溺れている人を見つけたときに、このままバーッと走っていくよりは、まあなるべく長い距離走って、速いスピードで走って、で短い距離をザブ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 と泳いだ方が、早くたどり着けるはずですね。かといってこんな経路をたどってしまうと明らかにそれは遅くなるので、まあ、最短時間でたどりなさいっていうものから、まあ、この式は簡単に出てきます。1回微分するだけです。で、まあ、これを見ていて、これ逆に見ると、今度じゃあ、光から出てきた、あ、ごめんなさい。ガラスとか屈折率の大きい水の中から、こう光が、あ、ちなみにこう見るから、こう例えば足プールでこうね、こんな風に足があったとして、で、ここに足があるのに、ここから僕たち見てるとすると、足がここの辺に浮いて見えるわけですよね。だからこの、ま、カクッと曲がって見えるわけですよね。まあ、なんだかすごい短足になったやんみたいな感じに見えちゃうわけですよね。まあ、ごめんなさい。それはちょっと余計なことですが。今これ、じゃあ今度この物質中、屈折率の多いところから屈折率の低いところに行こうとすると、今こんな風に曲がってるので、こんな風に曲がっ、こんな、ちょっとなんか絵が下手くそだな。まあ、こんな風になったわけですから、じゃあだんだんこうなっていくと、こうなって、こうなって、まあ、ある角度で外に出れなくなりそうですよね。で、こういうとき、これ前反射と言います。つまり N2 の方が、N が大きいところから N が小さいところへこう光が入射するときには、この前反射っていうのが起きえます。だから外に出れなくなっちゃうということですね。まあさっきのこのスネルの式で当てはめてやると、θ1 が2分の π。つまり sinθ の1っていうのが、1ってことですね。2分の π。だからスネルの式に入れてやると、 sinθ2 の1の n1 分の n2 ですか。 sinθ2 っていうのは n2 分の n1 で、これを満たす角度のことを臨界角と呼びます。臨界角、字が書けるか、書けた。まあ、例えば、ガラスだと、ガラスは、1.5 ですか、屈折率。で、空気1だとすると、1.5 分の1くらい、サイン、シーター2がね、だいたい40、これを満たすやつは、シーター、これを満たすやつは、
41.8 度くらいですかね。それが、臨界角になります。こう、ちょうど、なんか、外に出られなくなっちゃうってことですね。で、このシータ2が、この臨界角よりも、じゃあ、でかいときはどうなるかっていうと、まあ、この式に単純に当てはめると、サインシータ1っていうのは、N1 分の N2 で、サインシータ2ですから、これはシータ2が、まあ、N1 分の N2 っていうのが、こうで、これ1よりもでかくなっちゃいますよね。サインが1が、サインが1よりもでかくなるっていうのは、これはもうおかしいですよね。で、コサインで書き直してやると、コサイン事乗シータ1っていうのは1引くサインの事乗シータ。で、これがだから負になっちゃうってことですよね。つまり準拠数になっちゃうってことですよね。コサインシータ1が。で、コサインシータ1っていうのは、プラスマイナス i、準拠数の、この式 n1、n2 の2乗のサイン事乗シータ2引く1。で、さっきの式ですね。RS、リフレクションのところ。S はでも P はでも入れてやってやると、これは1になる。つまり、透過せずに、中に入り込めずに、全部の、エネルギーが反射して、反射するっていうことを意味します。っていうことを確かめることができます。S はも P はでも。これ全反射と言います。で、これ前半者どんな感じになってるかっていうと、まあこれがまたちょっと面白いところがありまして、もうちょっと見ていくと、ちょっと座標を取りましょうか。今こっちから入ってきて、こう前半者して、いくと。N1、N2 にしますね。N2 の方が N1 よりもでかい。で、ここシータ2ですかね。で、まあ、もし出てきれるとしたらこんな感じなんですけども、まあ、こっち方向が、K1。こっちが K2 ですね。で、今座標 X と上方向 Z にしましょうか。で、シータ2が、臨界角よりも十分でかいとき、こういうときを考えます。で、電場、まあ電場で見ていきましょう。で、こう初めの、透過するやつを見ましょうか。今こっち、こっちに透過していくやつ、透過していくやつを、考えると、K の1のサイン、今透過下としてですよ。下として書きますよ。下として書いていくと、できないんだけど、透過して、K の、ごめんなさい、これベクトルをもう成分で書いちゃったから、K の1の、コサインシータ1の Z。こっちシータ1と書いてるわけですね。ここ、シータ1と書いてます。透過下としてですね、I オメガ T。で、これを、これは E の T の、エクスポーネンシャルの i の k の 1x の n1 分の n2 サインシータ2プラスマイナス k の1の z の iz のごめんなさい z の i のまあ、さっきのとこですかね。N1 の N2 の2乗のサイン事乗をシータ2引く1マイナス i オメガ t。で、これ準虚数のところで虚数虚数がかかるので、まあ、マイナスが出てきますよね。i 事乗でマイナスが出てくる。で、これプラスマイナスがありますが、プラスに取ると、まあ、発散しちゃうわけですよね。エクスポーネンシャルで発散していく。まあ、どう考えても発散、今こっちに出てくるやつが発散していくはずがないので、
まあマイナス符号を取ります。すると e の i の k の1の xn1 n2 sin theta2 マイナス i オメガ t の e のマイナス、マイナスを取って k1z の n1 n2 の事乗サイン事乗シータに引く1、ちょっと見にくくなっちゃったけど、でまあつまりこの z 方向に減衰する波ですよね。エクスポーネンシャル i k なんちゃら z、 こうこっち方向には振動していくけど、こっちはもう減衰しちゃうんだと。まあ、ほとんど入れないよって言ってるわけです。で、ほとんど入れないと言いつつ、まあ、どのくらい入れるかって言ったら、この、こんだけの量ですよね。こんだけの量ですよね。こんだけの量ですよね。これの逆数ですよね。エクスポーネンシャルマイナスなんとか。で、エクスポーネンシャルの中身は、肩に乗ってるのは無次元のはずでしょ？で、z っていう長さの次元ですから、ね、これテーラー展開できるから無次元じゃないとおかしいですよね。そうすると、この量っていうのが、のインバースがちょうど長さの次元になってるわけですよね。ここ長さだから、ここの部分は長さ分の1になってるはずですよね。だからそれが大体の波長で、この波長で、それは k1 の n1、n2 の2乗、サイン、事乗、シータ、2-1 の、これのまあインバースですね。で、まあ、さっきみたいに、例えば、ガラスの時、N2 っていうのは 1.5 くらいで、で、空気は、N1 は1くらい。そしたら、まあ、例えば、さっき、臨界角が40何度でしたっけ？ 41.8 だから、まあ、例えば、シーター2を、その 41.8 よりも10度くらいでかいやつにしましょうか。51.8 くらいにしてやると、これ計算してやると、N1 分の K の、サイン、シーター2っていうのは、1.18 の C 分の W。C 分の W っていうのは、高速中での K のことですよね。それよりも、18% ほど大きくなるわけですね。いいですかね。波数が大きくなるっていうことは、波長は短くなるのか。ですかね。そこがポイントです。で、まあ、こういう減衰する波っていうのは、エバネッセント波と呼ばれています。で、これ結構、この性質が面白いみたいで、いろんなことに使えるようです。さて、というわけで、まあ、今こう、反射屈折みたいなやつをこう、見てたわけですが、まあ、他にもこう、なんか中で、吸収しちゃうこともありますね。これは導体なんかではそうでしたね。染み込んでいって、導体中の電磁波についてやりましたが、吸収されていってしまうと。まあ、吸収というか、ちょっとしか染み込めないってやつですね。で、もう一つ、散乱という現象があります。で、こう入ってきたやつが、こう、わーっと散乱すると。ここで、こう、分子となんか相互作用して、で、こう、散乱するわけですね。散乱。これは、この後ですね、電磁波の放射のところで、計算を、これに類する計算を、見ていこうと思うんですが、大雑把に、この散乱についてちょっと紹介してみたいと思います。で、光の散乱なんですけども、大きく分けて2つに分かれます。1つは弾性散乱。まあ、素粒子の反応なんかでも、弾性散乱、
非男性産卵っていう言葉が出てきますが、非男性産卵。男性産卵っていうのは、要するに、なんだ、エネルギーの受け渡しがないというやつですね。つまりこれ入社の波長と、それから産卵される波長、産卵後の社長が波長ですね。産卵後の光の波長、入社の光の波長と産卵後の、波長が同じ。つまりエネルギーのこう受け渡しがない場合ですね。で、非男性産卵というのはその受け渡しがあるやつです。で、これに関して、まあ、有名なのが一つがレイリー産卵。レイリー産卵。で、レイリー産卵というのは何かっていうと、その産卵の相手なんですが、その粒子ですね。粒子がこうあって、まあ粒子があるわけですが、それとの産卵するときに、その粒子のサイズがこの波長よりも十分短いとき、これが、レイリー産卵と言います。一方、まあ、同じくらい、あるいはもうちょっとでかい、それはミー産卵と言います。粒子サイズと波長が同じくらいか、あるいはちょっとでかいと。で、非男性産卵の方は、まあ、これもいろいろ面白い物理があって、まあ、一つは、有名なのはラマン産卵ですね。ラマン光とか聞いたことありますか？ラマン産卵。これはその分子や結晶のですね、こう振動モードに、振動モードにそのエネルギーを受け渡してしまう。まあ、影響すると。いうことですね。で、それからもう一つ有名なのがブリルアン産卵。で、これもまあ似てるんですが、こっちはその振動モードですか？分子や結晶のそういう振動モード、まあ結晶がいいかな。その結晶モードの結晶の振動を量子化すると振動がこう現その量子力学はあれじゃないですか、連続なものが飛び飛びの値になるってことですよね。だ振動モードが飛び飛びになると、そうするとまあ粒子っぽく見えるわけです。で、その結晶の振動モードが量子化されたのはフォノンと呼ばれるやつですね。それから、磁力のところが磁力に関するところが、そういうふうに、なんか量子化されたものが、マグノンって言われるやつですね。まあそういったこの、いわゆる、何て言うんですか、純粒子と言えばいいのかな。本当のなんかこう、原子みたいな粒子じゃなくて、そういう純粒子とのなんか産卵が、このブリルアン産卵というやつです。で、こっちはまたいずれというか、この授業では、やりませんが、今日はこのレイリー産卵とミー産卵についてちょっと紹介してみたいと思います。まあ、比ですね。ちょっと対比を見てみたいと思います。で、レイリー産卵。まあ、これも式でできるんですが、これはこれでもうなんか、それだけで何時間もかかってしまうので、やめることにして、まあなんかこう光が散乱するわけですね。で、こう波長があって、この粒子サイズ、まあ直径 R としましょうか。で、これが波の波長、ラムダですけども、まあラムダ分の 2πR。これが1よりも十分小さい。つまり、まあ十分ちっちゃいやつとの散乱。で、一方、ミー産卵っていうのは、この波長に対して、まあ、粒がそれなりにでかいと。まあ、このオーダー、ラムダ分の 2πR が、まあ、1程度ですかね。
で、R の方がもっともっとでかくなっていくと、これはもう単純にここに何かあるな、みたいなやつなので、まあこれ幾何工学の話になりますね。で、これ特徴的、非常に特徴的なんですが、レイリー散乱っていうのは、こう散乱強度が、散乱強度。まあ、散乱がどういうふうに起きるかってことですが、これがですね、この光の波長の4乗に反比例します。そうすると、どういうことが起きるかっていうと、まあ、白色光が向こうからやってきたとしますよね。白色光が来ました。白色が来ました。で、まず、単波長のものが、強く散乱するって言ってるんですよね。まあ、だから青とかそういう色ですね。だから、まあ、太陽から白色光がやってきて、で、空気中をこう、散乱。より散乱するのが青っぽい。だから空が青く見えるわけです。で、夕方になると、この空気中を結構長い距離、太陽が走るわけですよね。こう、わーっと。そうすると、青いやつはもうすでにこう届かなくて散乱されしきってしまって、こう、長い波長のものが生き残って、目に届いて、こう来るわけですよね。長距離走ってからやっと散乱できたっていうわけですよね。ラムダ4乗に反比例するわけですから。だからこれが夕日が赤く見えたりとか、あるいは、月食とか見たことありますか？真っ赤っかに見えるんですよね。月食が赤くなってるのも まさにそれですね。で、これは大体こう進行方向がこうだとして散乱ですけども、まあ、おおよそ東方的にこう散乱します。まあ、こう散乱するわけですけども。こう前方散乱と後方散乱に対して、まあ、割かし東方的にこうなります。これも式ができるわけですけども。で、一方、ミー散乱の方なんですが、ミー散乱は、この散乱強度っていうのは、こう波長にほとんどよりません。もう波長依存性っていうのはほとんどないです。波長にほぼよらない。ってことは、すべての波長が同様に散乱するってことですね。だから、青も赤も、紫もみんな共通にこう散乱。同じように散乱。つまり白色に見えるってことです。これは典型的な雲ですよね。雲が白いのは、この雲のその粒ですね。粒が波長に比べて、十分こう、なんていうか同じぐらいなんですね。だから白く見えるんだと。レイリー散乱のは空気中の塵とかですよね。こう塵みたいなやつとか、水蒸気。これを波長に比べて十分ちっちゃいな。波長に比べて、なんか非常に小さいものの効果が、実はこう、効果的に見えるってことですよね、レイリー散乱。これは面白いですよね。基本的にものを見るっていうのは波で見るってことじゃないですか。光で見るのもそうだし、それから超音波診断でこう肝臓を見るなんていうのも、あれはその、あれは音波っていう光で見てるわけですが、まあ大体こう、物を見るって言った時、そう、構造を見ようと思ったら、こう結晶構造とか、そういう肝臓とかを見ようとしたら、まあ、構造ですね。構造を見ようとしたら、それよりもこう長い波長だと、普通はこう見えないように思うわけですよね。まあ、例えばこう、シリコンの結晶なんかのこう構造を見たかったら、やっぱり X 線くらい、このシリコンの間隔くらいの波が必要なわけですよね。で、そうしないと散乱しない。うまく散乱して干渉島を作ることができないわけですが、ところがこれに対して、こういう粒に対して十分長い光であっても、電磁波であっても、その効果っていうのは実はあるんですよね。この構造自体が見えてるわけではないんですが、効果、この十分ちっちゃいものの効果が色濃くこう残っていると。実は、なんかそういうね、波と同じくらいのもんじゃないと、構造物を見るには、その構造物の間隔と同じくらいの波を持ってこないと見えないんだって、
ナイーブには思うんですけども、単純には思うんですけども、いや、そうでもないんだってことですね。こう、波に比べて非常に小さいものでも、まあ、非常に面白い効果があるんだよと。で、それを計算でやったことと、まあ、実際に、実験、あるいは、まあ、僕たちは空を見て、青いな、今日はいい天気やな、青いな、とかって思うときは、まさにこのレイリーサンラを見てるわけですよね。まあ、こういう効果を見てるわけです。夕日が赤いな、綺麗だなと思うときも、それはレイリーサンランなんですよね。こういう効果を僕たちは目の当たりにして見てるわけです。で、こっちはですね、サンランは割と前方後方、東方的なんですが、これ、実はミーサンランの方は前方へのサンランの方が大きいです。大きいです。で、この前方に行くのは、この粒が大きくなるほどその傾向がどんどん大きくなります。まあ、これも式で示せることですね。どうでしょう。なんか、ね、空が青い、夕日が赤い、なんていうのも、まあ、この、今回のこの勉強で、まあ、式まで やりたいんですが、式ちょっとできないけど、時間的にできないんですが、わかるわけですね。まあだから、夕日が赤くてね、なんかこう、赤いな、綺麗だなと思ったときは、これはレイリーサンランだなと思い浮かべると楽しいと思います。はい。それでは、今日もちょっと、レポートで手を動かしてみましょうか。ね。はい。それではまた、頑張りましょう。ごきげんよう。